嬉しげ楽しげ村重です。皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、皆さんに本当に謝らなきゃいけないことがあります。皆さん気づいてますか？気づいてますよね。何でしょう？そうなんです、村重、実はちょっと言い訳させてほしいんですけど、7月めっちゃ忙しかったんですよ、レオノさん。そうね、忙しかったね。そう、7月本当にありがたいことにめっちゃ忙しくて、あの大好きな YouTube を撮れなかったんです、ずっと。なんか何回か撮っては編集ちょっとして、撮ってはちょっと編集してってのもあるんですけど、ちょっともう時系列がおかしくなるぐらいの動画しかなくて、だからもう出せないなってボツになることがめっちゃ多くて、でまあお察しの通り1ヶ月も更新が滞ってしまいました。あの本当に反省してる。あのいや結構ね、ありがたいことに HKT48 を卒業してもう半年になるんだけど、最初の、1,2,3月までもうゲロ暇で、もう毎日本当にね、壁の点を見つめて過ごすことが一日のルーティンみたいな、あーみたいなとか、なんかあー今日は鳥が1羽2羽3羽ってベランダで数えてたら一日が終わるみたいな、本当にそんな感じの日々を過ごしてて、もうみんなにも言えないぐらい暇だったの、恥ずかしいなみたいな、アイドル卒業してこんなに暇なの、後輩みんなに背中を見せるって意気込んで卒業したものの、こんなにスケジュール埋まってないのかみたいな、もう病んじゃったりとかして、それで、でそしたらなんと田中先生っていう収録が入ったのをきっかけに、もうパン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 って仕事がちょっと持ったけど決まるようになって、テレビのお仕事をきっかけにすごくね、いろんな、例えばそれこそ最近出ましたメリーとのコラボだったりとかがどんどん決まって、もう本当に忙しかったんですよ。あー心霊ロケに行ったりもしたりして、まあほぼカットされてたんですけどでもね、でも本当にもうありがたいことに嬉しかったんですよ、そんな日々を過ごせて。でそうすると、これまたびっくり、 SNS がおろそかになるっていう新発見がありまして新発見がありまして、まあもちろん本当にそれこそ最近のスケジュールで言うと、もう朝3時起きだったりとか4時起きだったり、そういうのが当たり前で、もう5時にはメイク完了みたいな日々で、したらさ、撮るものがなくて家にもいる時間も全くないし、どうしようみたいな、でそういうのを、まあ本当にこれは全て言い訳です。この言い訳を胸に今日この動画を撮りに来ました。でまあそれで言うと、8月はですね、本当にどんなにスケジュールが忙しくても、まあ、これを言うとちょっと自分の首を絞めそうで怖いんですけど、あのどんなにスケジュールが忙しくても SNS をおろそかにしないを目標に頑張るんですよ。だから、まあ、YouTube も頑張るし、だから本当にチャンネル登録者数があの更新してないのになぜか今もう6万人になってて、もうびっくり嬉しいんですけど、そのねチャンネル登録してくれた皆さんも本当にチャンネル登録ね、そのまんまにしていただいて、更新もちゃんとするし、生配信だって時々したいしっていう決意を今日は動画撮らせていただきました。どれやはい、本当にだからね、いやでもまあ本当に嬉しいんですよ、こうやってねお仕事がさいっぱいになって、逆に SNS がちょっともう撮れる状況じゃないっていうのは、やっぱり今私はタレントとして活動してるので、それはとっても素敵なことだと思ってて、まあでもやっぱり楽しみに待ってくれてる視聴者のみんなはいるから、逆にインスタツイッターフォローしてないけど YouTube 見てるとかも言う人もきっといるだろうし、そんな方たちをね1ヶ月も待たせてしまったっていうのは私の汚点です。はいはい、なのでね、まあこれから楽しみにしておいてほしいなってめっちゃ思います。編集頑張るんで、あとねやっぱり自分の中で編集を自分でしてるっていうのが結構でかくて、編集ってめっちゃ時間かかんのよ。で、まあ、YouTuber さんとかってさ、もう YouTube が今本業じゃん。だからやっぱさ、それに命をかけるわけなんですけど、私は正直今テレビが本業なので、さ、こ例えば YouTube をもう夜中の遅くまでさうえーんって編集して1時間しか寝れなくて収録に向かう、これはダメじゃん、絶対ダメじゃん。
だからそういうことはしたくなかった。睡眠時間もちゃんと取りたかったし、そういうのがあって本当に更新できなかったです。本当につら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 とずっと言い訳してるこいつって思われてるかもしれないけど、これガチなんですよ。これマジな話なの。もうでもね、本当にね、今ね勢いありますよ。なんだよその沈黙。あ、でもじゃあこの1ヶ月間で村重何が成長したかみんなに聞いてほしいです。まずこれめちゃめちゃ村重の中で重大な感じなんだけど言うね、ピーマンが美味しく感じるなりました。ピーマンが美味しく感じるようになりました。これ本当にびっくりなニュースで、村重ピーマンがもうこの世で一番嫌いな食べ物で、なんで存在するんだみたいな、なんでおめえ緑なのみたいな、つぜやかな緑キモって思ってたぐらい、本当ピーマンの育ててる方には申し訳ないんですけど、そんな感じで思ってたのに、この度ピーマンがめっちゃ美味しくなってね。でそれも本当に急なんだよ。なんかある日突然なんかピーマンの肉詰め食べたいなって、そんなこと一回も思ったことないの。もうマジで人生でピーマンの肉詰め食べたいって思ってるやつみんな頭おかしいと思ってたぐらいピーマンキモいって思ってたのに、本当に突然ねピーマンの肉詰め食べたいなって、近くの居酒屋行くかってなって行って食べたらめっちゃ美味しくて、昨日の夜ご飯に麻婆なし作ったので、村重麻婆なし作る時にピーマン入れるやつは邪道だと思ってて、もうもし将来自分が結婚するってなった人が麻婆なしにピーマン入れる人だったら本当に結婚を破棄するか考えるぐらいの感じだったのに、昨日自らピーマンを入れたの。そしたらもうめっちゃ美味しくて、ピーマンが本当に食べれるようになったのが自分の中でめちゃめちゃもう超人生がらりと変わった話。サッシーのおかげなんすかねこれも。あとブラックコーヒー飲めるようになったの。どう、大人への第一歩すぎない？今までブラックコーヒー本当に飲めなくて、おミルクティー、ロイヤルミルクティー、アールグレイティー、この3つしか受け付けなくて、でもそれどれも太るじゃん。でもある日突然ブラックコーヒー飲んでみようかな今日と思って、ブラックコーヒーツラ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 って飲んだら、最近そうですよね村重よく現場でブラックコーヒー飲んでますよね。そう、今までなかったのに急に小野さんに電話して、すいませんみたいな、どこいますかみたいな、すいません小見のマイルって言って、あ、小見のマイルだったらちょっとブラックコーヒー買ってきてもらっていいですかって言って、うんいいよって言って、で現場でねブラックコーヒーを飲んで収録に臨むんですよ。いやー大人になったね本当に。そして、飲めるお酒、もともとハイボールを好んで飲んでたわけじゃなくて、まあ太んないからっていう理由でハイボールを飲んでて、ただ酔っ払いたいだけの時とかね、レモンサワーが飲みたいけど本当はとか、カシスオレンジとかマンゴーヤンが飲みたいけどでも太るからハイボールにしようみたいな、でもハイボール美味しいと思って飲んでなかったんだけど、最近仕事終わりのハイボールがもうぐっそうまくて、もうビビるぐらいうまくて、もうめっちゃうまいの。もう仕事終わってお風呂入ってバーって冷蔵庫もうびちょびちょのまま開けてって時間が自分の中でも一番幸せね今。本当にこのように、あ、これが24歳かって思うことが増えて、まあまだもう一つ嫌いな食べ物はセロリなんですけど、多分25、6歳になったら次はセロリが食べれるんじゃないかなと期待しています。はい、そんな感じで最近の村重杏奈の情報でした。まあ軽く全部今の話をまとめると、結局ピーマンとブラックコーヒーが飲めるようになったっていう報告でした。皆さん、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんアデュー。アデューって何ですか？わかんない。大丈夫かな使って。